香川良介は日本の俳優。本名は山口秀夫。別芸名に香川良。舞台俳優を経て映画界に入り、戦前は片岡千恵蔵プロダクション、日活、戦後は大英、東英の作品に出演した名バイプレイヤーである。出演作品数は400本を超え、稲垣博伊丹万作、伊藤大輔ら多くの巨匠監督に起用された。 テレビドラマへの出演も多い。長男は元子役の総春太郎。1896年10月10日、佐賀県騎島郡六角村に、父、虎一と母、理エの四男一女の長男として生まれる。生後間もなく父は、トンネル兵となり、北海道庁宇流郡深川村へ移住。深川小学校を卒業して、目室実業学校に入学し、 1911年の卒業後は家業の材木賞を手伝っていたが、舞台俳優を志すようになる。1912年4月、須藤貞則一座に入り、後に一座を主催、大正期は舞台俳優として過ごしていた。1925年、帝国記念間演芸に入社して映画俳優となる。当時の三角記念は内紛の真っただ中で1月に、 アシア撮影所、全従業員が、自主退職して、アシア映画製作所を設立し、5月に、小坂撮影所では撮影所閉鎖、全従業員が、一方的に解雇され、取締役堂撮影所長、立石小間吉が、東方映画製作所を設立、従業員を選別して採用した。香川は、立尺の東方映画に採用され、6月1日公開の、 同社設立第一回作品で伊藤大介監督の現代劇、煙でスクリーンデビューした。しかし、同社は賃金未払いのため同月内に解散したため、伊藤と行動を共にし、同年に伊藤映画研究所設立に参加し、連合映画芸術家協会との提携作、京子と静子や日輪などに香川両名義で出演するが、 同研究所は挫折したため再び舞台に戻り、1927年に一座を組織して台湾を巡業。この時、伊藤の依頼で失業中の伊丹万作を一座に加えていた。1928年5月、片岡知恵蔵の片岡知恵蔵プロダクションが創立され、帰国した香川は伊藤の推薦で、伊丹、稲垣広志らと共に入社する。 この時従業員の全員が20代で31歳の香川は最年長だった。同社設立第一作の天下太平記に出演して以降稲垣の一本型など表入り、八太郎笠、伊丹のアダうちる天、国志無双、さらに蘇我聖子監督の愛憎結類、山中貞田監督の武道大観、風流活人博士など多数の作品に出演した。 1936年、日活京都撮影所に移籍。1942年1月には、戦時統合で、日活は大英に合併されるが、引き続き大英京都撮影所専属となった。1960年に同社を退社してフリーになるが、その間に、稲垣監督の、無法末の一生、伊藤監督の、王将、溝口健二監督の、うげつ物語、 一川根監督の炎上などに脇役出演した。一方、東横映画から東映の作品にも出演し、東映時代劇の全盛を支えた。東映時代劇が衰退してからは人教映画にも出演している。晩年も現役として活動し、伊丹十三監督のお葬式等に出演した。1925年3月に、 伊藤の十枚にあたる文と結婚したが後に死別している。二人の間に三男一女がおり、長男の総春太郎は、子役として、戦前期に知恵プロ、日活、大英の作品に出演している。1945年1月21日に和ズと再婚したが、1978年に和ズが死去。1961年には、長男も亡くなっている。 1987年4月17日、急性心不全のため横浜市旭区の病院で死去。90歳没。最後の映画出演は岡本喜八監督のジャズ大名。太字の題名はキネマ旬報ベスト10にランクインした作品。ありがとうございます。